じゃあそれは前の日でしょ。その日だしね。じゃあ今日なんか一日積もりか、ほら積もりみたいな、そんな感じだな。ああ、うん、今頃にはちょうどいいけど。それも今あれ芋がね、川越の芋がうまいらしいね。栗よりうまい。13里川越の芋はね、種類が違うの。あれうまいらしいよ。昔、金時芋って言った、うん、外国の人が来て川越の芋食ったら、そのホクホク感と甘さがうまいって。海外の芋はそんなに甘くないんだって。ただ芋を食ってる。日本の芋はね、うまいんだって。うまいとか栗みたいな。あと茨城とかもまたあっちはまた違うしね。カモのさつまいもとはね、あとはね、紫色金時芋ってやっぱり芋の種類が違う。やっぱね、甘さが違うらしいね。ほら、ユーが、ほら、ユーのテレビので、日本の芋食ってびっくりしたんだよ。スイート、本当にね、スイーツ。あんまり量は取れないんだよ、この芋は。それで、フライドポテトとかポテトチップにするのはアメリカの芋で、味もそっけもないんだって。周りにほら、ぶっかけるだけ。まあ、里芋の炭焼き、中心の量はいっぱい取るんだけどさ、まずい。芋あったな。農林南国とかってさ。